来年創立80周年を迎える三重交通グループが周年行事のプレイベントとして、三重県が主催する熊野古道伊勢路一斉クリーンアップ作戦に参加したものです。三重交通グループホールディングスでは、グループの従業員だけでなく一般の人たちも積極的に参加してもらおうと、今回無料のボランティアバスも運行しました。今日は三重交通グループの従業員も含めたおよそ40人が参加。紀北町の孫瀬峠の入り口から熊野古道に入り、枯れ枝や落ち葉などを手際よく取り除き、清掃活動に汗を流しました。小さな石がたくさん落ちててびっくりしました。やっぱり落ち葉かなり散っていて、それをほうきできれいに掃き清めますと、写真に見た孫瀬峠が現れて、あ、やってよかったなと思いました。三重交通グループホールディングスの担当者は、熊野古道は貴重な観光資源で、たくさんの方に来ていただくことは地域の活性化にもつながる、訪れた人に気持ちよく歩いてもらいたいと話していました。